colleague in on this video. Today I'm gonna be talking about HSP and anxiety and worry. HSP の気質に不安症、心配症というものがあります。私も公園などで遊ぶ子どもたちを見ていると、楽しそうという感情より危ない、落ちないかな、転ばないかなというような言葉ばかりを発している自分に気がつきます。またドッキリを見て爆笑している人の隣で HSP の人はきっとかわいそう、心臓発作起こさないかな、大丈夫かななどという感情の方が強く、全くドッキリを楽しめていない人の方が多いのではないでしょうか。HSP は遺伝性のものであるため全員ではありませんが、多くの HSP はその親も HSP である可能性があります。親が心配症やヘリコプターペアレンツと呼ばれるような過保護である場合、小さい頃、それは危ない、気をつけて、それはやっちゃダメなどと自分の行動範囲や実際やることの範囲にいろいろと制限がかけられていた人が多いのではないかなと思います。そのように世の中は危険で怖いものにあふれているという見えない教えが体に染み込んで育った HSP は、大人になった現在も日常の中で新しい場所へ行くときや新しい物事に挑戦するとき、新しい物事をやらなければいけない状況になったときに、動悸や冷や汗、不安やパニックに陥る感覚や症状に悩まされている方もいるかもしれません。今日は私が勉強した中で不安に関する情報をたくさんシェアしたいので、少し盛りだくさんな内容になるかと思います。動画の最後には不安症で悩んでいる方の心が少しでも軽くなっているといいなと思います。あなたは幼少期に実験や探求するための安心感を求めた時、あなたは親や保護者から危ない、気をつけて、やめなさい、してはいけません、急ぎなさいという叫び声で脅かされました。あなたのインナーチャイルドが過度に用心深いのは当然です。インナーチャイルドは世の中は恐ろしくて危険な場所だと教えられたのです。今あなたはインナーチャイルドに外に出て冒険し、物事に挑戦することは OK であると許可を与え、あなたがそこで見守っている保証を与え、インナーチャイルドを擁護して勝者にさせることができるのです。社会不安の強い人は不安な思考を抱えることに加え、自分の考えを否定する感情よりも自分の考えを裏付けるような感情に注意が引かれる。たとえ不安に感じていることが誰かに気づかれたとしても、やや内気だったり多少の社会不安を抱えているのは美徳として捉えられることもある。内気であることは謙虚だと思われたり、すがすがしく好ましい特性とみなされる飾らない性格を表していると受け取れる。少しは不安を感じていないと対人的な場面で支障さえきたす人もいる。内気や少しの社会不安は損ではない。空気を読まないヤバい人よりは断然いいということですね。人がある状況において下す脅威レベルの評価は時に現実的なこともあるが、非現実であることもよくある。危険の程度を過小評価することもあるし、過大評価することもある。認知療法は不安の引き金、トリガーになるのは状況そのものではないという前提に立っている。その状況に対する解釈の仕方こそ私たちが不安を抱く要因になっていると考える。不安の感情は私たちを守るために起こるものだと私は去年初めて知ったのですが、それを聞いてとても納得しました。皆さんもファイトオアフライト、戦うか逃げるかという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。人間がこれまで経験したことない危機的状況に直面したときに、一瞬体がフリーズする感覚、不安の感覚は原始時代から私たちの細胞に染み付いているものだそうです。それは何か知らないことが起こるよと私たちに警告サインを出して、危険から身を守ろうとしてくれているありがたいサインなのです。対人恐怖症のような症状が見られる方は、これらのことが当てはまるか見直してみると良いでしょう。極端なパーソナリティ、外見的に過度の偏りがある、不安な行動、極端なコミュニケーションスタイル、とても批判的な相手をデートに誘う、自分の資格では対応できない求人に応募する、新たな友人を求めていない人と友人になろうとする、あなたを受け入れることができない人、あるいは受け入れようとしない人に容認してもらおうとしても、きっと拒絶感を感じさせられて終わってしまうでしょう。対局を見る、失敗した部分だけを見るのではなく、その他の部分はどうだっただろう、この失敗は明日、来週、来年にも響くだろうかと自問する。
一つの失敗にばかり意識が集中しているため、他に良かったこともあったのにそれらを見逃してしまっていることもあります。自立性は健やかな人間関係を探し、不健康な人間関係を避けたり止めさせてくれる自由を与えてくれます。本来関係を続ける必要があるので関係を続けるのではなく、続けたいので続ける自由があるのですが、依存癖や心配癖を持つ人の多くは自分を傷つけるような関係を持ちがちです。こういう人たちは関係をやめ、一人で自分の人生に向き合っていくことを恐れています。この2つの癖は健康的レベルの自立性を育む一番の壁となります。自立性は自分の生まれつきの傾向を追求するためにはなくてはならない要素です。これは自己感覚を育み、あるがままの自分でいられることを含みます。音楽家、芸術家、作家、スポーツ選手、整備工、役者、専業主婦、旅行家、自然愛好家、養育者、または指導者など、何を好もうとも自立性を持つとそれを追求できるでしょう。何かを恐れて思い切って行動できないということはなく、人間関係で自分を見失うこともなく、自分のパートナーの人生に巻き込まれすぎることもないでしょう。あなたの心配性は生産的、非生産的？自問自答してみましょう。今、私は現実的な問題に心の焦点を合わせているだろうか？この問題は解決可能なのだろうか？この心配事は私を現実の行動に導いてくれるものなのだろうか？この問題への解決への糸口がつかめそうな感じが私にはあるだろうか？今、私はそれらの解決策を実際に進めているのだろうか？一つでも当てはまれば、あなたの心配性は非生産的なものであるでしょう。ストレスを和らげる、マインドを落ち着かせるために私が最近日常のルーティーンに取り入れているのがブレスウォーク、呼吸法です。大好きなお家に外でのストレスを持ち込まないよう、仕事からの帰り道などにやっています。ブレスウォークはストレスや不安を感じた時だけにやっても望む効果は得られないそうです。毎日少しずつでも継続してやることで、その状況になった時に落ち着いた対応をすることができます。ブレスウォークは肺呼吸ではなく腹式呼吸です。腹式呼吸は自律神経を刺激し、副交感神経をオンにしてくれるので、心身をリラックスさせる効果があります。ぜひ毎日のルーティーンに取り入れてみてください。慣れというマジック。より長い間その思考と向き合い、集中すればするほどその思考がもたらす悩みはより少なくなる。向き合わないと次から次へと新しい不安事が増えていくだけ。住めば都という言葉があるように、人間は慣れる生き物です。過去に似たような経験で克服できたことがなかったかなど考えてみるのも良いでしょう。心配事と向き合う。心配事自体には向き合わず、自分の憶測などで気をやきもきさせ、時間もエネルギーも消費するより、実際に向き合うことが何よりも物事を解決へ進める最短方法です。心配事をリストアップする。向き合うべきある一つの心配事を選んで、ある一定の時間それに集中する。モデリング。不安な気持ちに陥り、どう対応すればいいかと悩んだ時に、あの人ならどうするかと自分の理想の人を思い浮かべ、その人になった気分、その人のパワーをもらった気分を味わうことで、尻込みせず自信を持った対応することができるようになる。マントラ。自分を落ち着かせる呪文のようなもので、自分の好きなものや言葉を並べたり、自分の好きな歌の一節を歌ってみたり、自分に勇気を与えてくれるような自分だけの特別な呪文を作ります。私も地に足がついていないふわふわした感覚の時は、彼の名前を入れて作った替え歌をブツブツ歩きながら歌っています。どうして不安の感情が生まれるのかを知ることや、不安の感情に飲み込まれそうになった時の対処法のレパートリーを増やしておくことで、心が軽くなり、体がしっかりと地面に立っている感覚を自分の中に感じることができると思います。今日は盛りだくさんな内容でしたが、何か皆さんの頭の中にしっくりくるものや、日々の生活の中に取り入れられる対処法が一つでもあったら嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Have a wonderful weekend. Bye!